時刻は11時45分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減に旋回です。メール続々いただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。福井県からいただきました、はい、ラジオネーム福井のカジパパさんです。カジパパさん、はい、はい、土曜日は11時のアッコさんのラジオに合わせて生活しております。わ、嬉しい、ありがとうございます。今日の福井のお天気は、うん、少し動くだけで汗ばむような陽気です。今日はラジオを外に持ち出して、うん、物置を設置する予定です。物置、物置、ほんほんほん、大変な作業ですが、はい、アッコさんのラジオを聞きながら楽しく頑張りますね。ありがとうございます。来週のタモリさんとのコラボレーション、今から楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。川崎市のラジオネームゼニガメさんです、はい、オープニングでジェンダーフリーのトイレの話がありましたが、はい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 、東京でも渋谷にあるメガドンキでジェンダーフリートイレがありました、はい、あ、そうなんですか。あ、そうね、あ、すいません、知らなかった。マークも左半分がスカートを履いていない、うん、そして右半分がスカートというマークでしたよっていう。へえ、そうですね。へえ、マークでもそういう、まあ一回見に行きたいな。そうですね。このトイレが本当に、うん、大規模なトイレなのかどうかもちょっと気になりますよね、うん、そうだね。いわゆるなんか本当に男性も女性もあってさらにっていうんじゃなくて、共用で置いてあるのかどうかがちょっと知りたいですね。ネーミングは何なんですか。何もない。ジェンダーフリートイレというふうにゼニガメさんは書いてますが、あ、なるほど、そういうふうにまあわざわざ書いてあるというよりマークで表現してるのかもしれませんね。男性でも女性でもどちらでもない方もということなんでしょうね。ね、はい、はい、さらにサバ味噌さんからいただきました、はい、以前アッコさんがお話しされていたと思うんですけど、うん、日本放送のトイレにアッコさんが入られた時に女性社員と出くわしてギョッとされて、そう、その後しばらく日本放送の女性トイレはね、このトイレは和田アキ子さんも使われることがあります。訴えるぞ。これジェンダーフリートイレの先駆けですねっていう。その人も訴えるぞ。ありました、ありました、ありましたよね、はいはい、いうことで、まあ、でも本当にトイレ問題ってのは難しい、結構大変だね、こうやって考えると、はい、うん、思います、うん、あとですね、これは匿名希望の方です。匿名、はい、だいぶ前に横浜のホテルで行われたアッコさんのディナーショーに参加をして以来、もうすっかり私は歌手和田アキ子さんのファンになりました。わ、ありがとうございます、はい、ブルーノートの13日のチケット取れました。ありがとうございます。そして今スポーツジムにいて、はい、ラジオを聞きながらトレーニングしてるんですが、はい、なんとスタジオには夜な夜なダンスが流れてきましたと。わお、びっくりしております。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで匿名なんでしょうね。あ、そうです。でも後でほらアッコちゃんに叱られる時、はい、ちゃんと電話番号書いてありますか。いや、電話番号書いてないですね。あらあらあら、いや、もうせっかくですから、うん、ね、電話番号書いてなかったら、ね、全ての方修正、夜な夜なダンスで思い出したんですけど、コマーシャル見てみると夜な夜なビールってあるんですね。あ、夜な夜なエールってのがあります。あ、夜な夜なエール、まあ、ビールの中で、そう、夜な夜なエール、なんかいろんなビールがある中で、はい、今なんか流行りのその会社らしいんですけど、クラフトビールですよね。そう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 、はい、なんでそういうとこから話来ないんだろうね。夜な夜なエールさんね、うん、ぜひ夜な夜なダンスとコラボレーションをねえ、はい、あれば面白いのに。面白いと思うんだけどね。そうですね。もうでも今来ないってことはもう来ないかも。でもなんか、あ、びっくりした、あるんだと思って。そうそう、うん、せっかくですから夜な夜な。そしたらさ、その前はあのなんていうの、漫画でさ、はい、あ、読まなきゃ損ってやったけど、飲まなきゃ損、飲まなきゃ損です、やるのにね。もうご自身が乗り気です。いやいやいや、あのやれればね、焦ってるわけじゃないのよ。あったから。でも向こうも探して、普通あったらすぐ飛びつくはずなのに、なんかあったんでしょうね。でも私何にも問題ない。独り言が長いですね。私の部屋やから。ごめんごめん。読まなきゃ損とかありましたもんね。そうそうそう、飲まなきゃもいけますよね、うん、確かに、はい、あとはですね、これは香川県からもいただきました、はい、ラジオネームラジオ万歳さんですね、はい、7月に関西エリアで放送された、うん、アッコとエミコが、はい、全国放送されるそうですね。みたいですね。先ほどもお伝えしましたが、はいはいはい、さらにNHK プラスでは1週間配信があるそうなので、うん、こちらもぜひ見てみたいですと。ああ、なるほど。もう私終わっちゃったもん、あんまりね振り返らないから、はいはい、でも概ね好評だったそうですから。そうですね、うん、
なんか自然な感じの私と、ま、大阪のおばちゃん2人が自然な感じでやってるっていう、うん、あの本当にあの通天閣のね、その何ジェットコースターじゃないけど、そんなんも普通ロケしたメインがやるのにアナウンサーにやらせて、それもネクタイ締めてジャケット着てる人に、武田アナウンサーに、ね、あとアコさんもすっかり忘れてましたけれど、はい、やっぱりアコさんが大阪を今日立ちます、旅立ちますっていう日に、ああそう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 、喫茶店のね、あの出会いはすごい偶然、そうですね、ですよね、そうそうありましたね、喫茶店、はい、はい、考えたらこのアッコとエミコが、うん、この10月25日の我が心の大阪のメロディーに、はい、まあ、自然にこうやっぱつながってる感じが、あそうかもしんないね、しますね。大阪からもラジオネーム河内の潔癖武将さんが、はい、いよいよ来週タモリさんのゲスト出演を迎えますね、はい、まあアッコさんは大丈夫でしょうけど、何があの番組のスタッフの皆さんがかなり緊張していないかが気になりますとあタモリさん迎えるにあたってね、あはいはいはい、はい、そして私は10月25日の我が心の大阪のメロディーがとても楽しみですと、はい、あはい、はい、アッコさんが上沼恵美子さんと何を歌われるのか当然秘密だと思いますが、はい、あれこれ予想して楽しんでおります。お気にお気に楽しみにしてください、はい、今日も楽しみ、私もね、いやその上沼ちゃんと歌う何よりも生で歌うのが最近あんまりなかったから、それが緊張なんですよ。久しぶりなんですね。そう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 、あちょっと緊張ですね。歌の仕事は来週もやるんですけどね、はい、テレビ東京の、あのそれは録画だったりするから、はいはい、生っていうのはでも不思議ですよ、なんか録画でも、まあ、素人考えて申し訳ないですけど、うん、撮り直すことほとんどないわけじゃないですか。ないです。だから一発勝負は全く同じなんだけ ど, なんだけど生でお客様がいてっていうのがダメなんですよ。お客様がいて、これはもうテレビに限らず、だからブルーノートももう何年もやってるんですけど、3曲目ぐらいまで緊張してますからね。これがまた不思議なのが、僕も含めて見てるお客さんが、えどこが緊張してたんですかって人には分かんないんですよ。これがまたね、なんかもう和田貴子イコール怖い強いってイメージがあるから、歌になるとだからよくあんのよ、なんで緊張するんですかっていうと、あまあ撮り方によってね、うまく聞かせたい、うまく聞こえるようにしたいっていう自意識過剰もあるかもしれません。ひとんでもない自意識やったらこんな練習せえへんでっていうぐらい、確かに、はい、もう今練習してる歌なんて CD 壊れたのかなと思って、やっぱあれ擦り切れるじゃないけど、分かりやすく言えばダメになる時あるんですね、聞きすぎて。もうずーっともう芸能界入ってから今が一番勉強してますね、いろいろ声のこのボイストレーニングを含めて、まあ、逆に見る方はそれだけ楽しみになるんで、うん、ぜひあこさんも頑張ってください、はいはい、引き続きそんな応援のメールも